今回は僕が愛用しているインターネットラジオを聞くこともできるソフトを取り上げます。名前はね、ラジオ。直球でしょ？プラグインブティックっていうところが出してるソフトで、そこね、販売店なんですけれども、プライベートブランドっていう扱いだと思います。ね、ラジオね、ラジオっていうソフト。で、ちょっとね、最初に強調して言った、聞くこともできるね。聞くためのソフトじゃないんですよ。それはね、なぜかというと、このソフトのターゲットとしてるところが、聞く人ではなくて、作る人だからです。でね、これできることが一つだけなんですよ。ちょっとね、それを今から、見せます。もうね、見るとね、すぐわかります。今これラジオが流れてる状態で、それの波形がリアルタイムでこう流れてるんですよ。で、まあマウス持ってくと自然にこうポーズ状態になる。で、これのできることね。流れてるラジオ聞いてて、あ、今のところいいじゃんってなって、ここかな、ここね、ここだ。で、ドラッグで選択するんですよ。で、セーブ。と、ここリストにこのセーブしたのが出てくるんで、これをトラックに貼り付ける。これだけです。これがね、できるのはね、これだけなんですよ。だから、聞く人向けではなくて、本来ね、聞く人向けではなくて、作る人向け、トラックメイクする人向けのツールなんですよ。で、インターネット、これさ、ちょっと矛盾してるっぽい感じが面白いよね。作る人向けなのに、その素材はインターネットラジオから撮ってねっていうさ、そんなところから撮ったで作ったって流せないじゃないですか、外にね。ねえ。だから個人的に作って聞いて、まあ満足するしてねっていうね、そういうツールです、だからね、まあもちろんこのラジオを聞くためだけでもいいんですよ。それでもいいんですけれども、本来ターゲットとしているのはその作る人向け、そういうね、ラジオっていうソフトです。でね、これね、僕愛用してるんですよ。そういう意味ではね、すごくいいと思います。もう機能限定してて、使いやすい。ね、ラジオを聞くためだけでも全然いいしね。スタンドアローンでも立ち上がります。で、素材を、そのラジオで流れてくるものから取って作ったって、外に流せないので、どういう人に僕はおすすめするかっていうと、そのトラックメイク興味あってこれから勉強したいっていう人、そういう人にね、いいんじゃないかなと思います。まずその何かこう曲音源がないと始まらないじゃないですか、そういうその手の音楽って、リミックスとかね。でその音楽を手に入れるっていうのも時間お金もかかるけれども、そういう時にラジオってね、やっぱりいいんですよね。で、それが PC、さらに DAW と連動できるので、使い勉強がいい。勉強したい。もう素材はもう膨大にこれで手に入るんですよ。で、作って、手順なんかをね、覚えていくとか慣れていくっていう、そういう段階の人に、いいと思います。僕はね、おすすめしたいなと思います。やっぱり音源を集めるところに時間をかけるべきじゃないんじゃないかなと思うんで、その後ですよね。その後いろいろ作り慣れていくために、そこに時間をかけた方がいいと思うんで、まあ、こうやって簡単に、時間をかけずに、素材は手に入れて、で、勉強していくというのがね、いいんじゃないかなと思います。で、それとは、別に、僕はね、そういうトラックの作り方、そういうリミックスとかって、まあ、まずしないんで、そういう使い方をこのラジオではやらないんですけれども、僕がね、これを買って愛用してる理由はね、予想外の刺激が欲しいからなんですよ。やっぱり普段こう何かを求めてる時って自分の考えにある範囲内のものだけが集まるんですよね。で、それ以外のものが飛び込んでくるっていうのは本当にもう偶然、まぐれなんですよ。で、それ、そのまぐれを
手軽に引き起こせるっていうね予想外の刺激が手軽に得られるっていう、そういう経路を一つでも増やして持っておきたいっていう人にね、いいと思います。おすすめします。僕は まさにそういう使い方を してます。で、あとその別に音楽制作そのための刺激が欲しいとかじゃなくてね、音楽制作は全然やんないし興味ないけど、ラジオよく PC は立ち上げてるし、ラジオはなんか流して聞きたいっていう人にもいいと思います。でこれね、プリセットでもう膨大なラジオ局がね登録されてるんですよ、最初から海外のね。でだから自分で探して登録してなんてかなり手間じゃないですか。でそういう手間を考えたら、これ定価で3000円ぐらいなんですよ、日本円で。でもセール時狙えば1,200〜1,300円で買えます。だったらもうお金払いますよね。それぐらいでこの量のラジオ局もうカテゴライズされててね、しっかり揃ってる。だったらもう1,200〜1,300円ぐらい、払うよって感じですよ。そういう人にもね、いいと思います。まあ、ただなんとなくね、普段こうラジオ流しておきたいなっていう人ね。いいと思いますよ。あ、そうだね。だから逆にね、これ日本の、これね、アップデートで多分追加されたと思うんですけれど、日本のラジオ局もね、こう3つだけありますね。で、もうそれ以外のが欲しいんだったら自分で調べて入れるしかない。これ自分で入力、オープン URL っていうところで入力して、で、登録、ね、リスト自分でこう作れるんで、編集できます。自分でまとめる、日本のラジオ局はね。でまあちょっとまとめてるところによると北海道とかね、沖縄、あとまあ東京のラジオなんかちょっとこんな風にまとめて、使っていくと。それで、そうそう、ちょっとね、一つ言っとくと、さっきここ保存しましたよね。でまあやめるときは操作手順なんですけれども、まあやめるときはクリアと。で何箇所もね、こうやっていっぺんにできるんですよ、ドラッグで。これが左端に来ると自動で保存される、ここね。そういう機能もあります。こうやってね保存されると。でまあ貼り付けることができると。でもちろんここ再生ボタン出てるんで、ここで押すとラジオは止まって、ここの画面の中でこの保存した波形が表示されて、音楽を流して聞くっていうこともねできます。でこれね、使っててちょっとね惜しいなっていう思うところがねあって、ラジオ局の URL は入力して登録できるんですけれども、パソコンの中にあるその音声ファイルを読み込むっていうことがねできないんですよ。それができればね、要は自分で選択して使い方がね結構幅が広がると思うんですよ。例えば、まあ、自分でチョイスした音声ファイル置いといて、でそれを読み込ませて、ライブなんかでね、リアルタイムでお客さん乗せながらさ、リズム取りながらリアルタイムでトラック作っていくっていうパフォーマンスとかね、やったら面白いと思いますよ。そういう使い方なんかもね、できてちょっと幅が広がって面白いんじゃないかなと思います。でもね、それができないのが残念。音声ファイルを読み込ませるっていうことができません。あ、そうそう。でね、この FX っていうのはね、ついてるんですよ。これね、スピーカーをエミュレートしてるやつで、まあ、ちっこいスピーカーで聞いたらこんな音になるんじゃないのみたいな感じで音が変わります。で、その状態、この FX をオンにしてかけた状態で、波形を引っ張っ、保存すると、もうその状態、かかった状態のまんまのが保存されるっていうね、仕様になってます。素のまんまのが欲しい場合はもちろんこれを外すと。もうできる機能それだけですね。それだけです。そう、大事なことがね、あります。これね、今これ Windows 10で使ってる、Pro で使ってるんですけれども、64ビットね。そうそう、
ビジョンの関係でね、聞けないのもね、たまにあります。まあだけど、多いんで、まあここ聞けなかったら同じカテゴリーの他聞けばいいし、みたいなね、感じなんで、それでちょっと困るって言ったことっていうのはね、今のところないですね。まあ、そもそも予想外の刺激を求めてるっていうこともあるから、ランダムでね、聞くっていうことが多いから、まあ困らないですね。まあ中にはそういうのがあります。聞けないっていうのもね。で、あ、そうそうそう、その Windows 10ね。Windows 10のプロで今これ使ってて何の問題もないんですけれども、Windows 7でね、使ってた時にね、バッファリングが間に合わなくて音がぶつ切れになるっていうね、ことがね、よく起きてました。で、今も最新のバージョンでそれが起こるのかちょっとわからないし、同じ Windows 7のプロ64ビットで使ってたとしても、うちの環境だけとかね、こういうのってそういうのがあり得るから、まあ、他では起きない問題なのかもしれないけども、とりあえずうちでね、使ってた時、Windows 7で使ってた時にはそういう問題が起きてました。で、日本のラジオ局を聞くと、なんかブツ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 、もすごい細かく音切れするような症状で、もうまともに聞けない。まともに聞けるのは最初の10秒ぐらいなんですよ。そういう状態でしたね。でも Windows 10で使うとそれは全部解消されて、問題なく、使えてます。で、まあ、まだ Windows 7って、かなり普及してると思うんで、その環境で使う人もねいると思うので、ちょっともし手を出そうかなって考えてる人はそこね、ちょっと注意しておいた方がね、いいかなと思います。もしかしたら、そういううちと同じ症状になるの、なっちゃうかもっていうのね、頭に入れておいた方がね、いいかなと思います。そんなところですかね。うん。ということでね、今回は僕が愛用しているインターネットラジオを聞くこともできる、ソフトね、プラグインですね。プラグインソフトですね。あ、対応してるの、あ、そうそう、スタンドアローンでも立ち上がるし、あれ言ったっけ？ちょっともう一回言っとくと、スタンドアローンでも立ち上がるし、あと AX ね。で、VST と、あと AU に対応しています。そのね、プラグインブティックというところが出している、インターネットラジオを聞くこともできる、ソフト、ラジオですね。でした。